こんにちは。思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております、一文字の長澤翼です。今日はですね、現在進行している、塗り絵コンテストについての、個人的な心境と、改めてその目的だったり、そういったものを伝えたいなと思いまして、動画を撮ってみます。まずですね、今回塗り絵を開催したのが4月の14日からですね。これはもう緊急事態がもう発令されていて、自粛を、余儀なくされている状況の中で、自分が表現者として何ができるかっていうところを、考え抜いた結果、それを具体的に、抽象化したものが、塗り絵コンテストという形になっていて、目的は大きく一つ、もうこれだけなんですけども、間接的な自粛効果によって誰かを救うというところ。で今回この塗り絵コンテストをやっていて、やっぱりご意見の中ではあったのが、その塗り絵コンテストに対しての参加費がかかる件についてと、その誰かを救いたいというその誰かというところは誰なのかというところはやっぱりご意見としていただいておりまして、ただそのご意見というのもネガティブなところじゃなくてポジティブに、単純に消費者として知りたいところなんだろうなというところでご意見をいただいているところなので、改めてそこを口頭にてご回答しておこうかなと思います。まず今回の参加費なんですけども、僕は一文字という事業を営んでおりますが、資金面で言ったら正直アートに関しては全然余裕はない状態ですので、僕一人で助けられる人っていうのは限られている状況なんですね。ただ、皆様のお力を借りて、やれば救える人も増えるというところで、今回参加費としていただいている500円に関しては、賞金である、経費であったりと、協力してくれている方への、協力費ですね。であとはそれでもあまりようであれば、今後の自分の事業の、活動資金として活用させていただきたいなと思っている所存でございます。ただ今回、今現状に関しては、ご参加いただいている方が100名ちょっとなんですけども、資金に関しては余ることはなく、すべて今回は、資金面にして誰かを、援助できるところになりますので、まず資金面によって誰かを救うというところが1点。で、もう1つに関しては、ここが非常にちょっと難しいところにはなるんですけども、救うというところがまずその資金面というところが1点と、もう1つはその心理面の部分ですね。心理面に関しては、表現者としてただ単純に簡単にこの塗り絵に参加できて、やってもらうっていうのはちょっと僕のアートとしては、美しくない部分がありまして、やっぱりそのアートっていうのは、ある種一方的には見えるんですけども、双方的に作り上げることによって唯一無二の美しい作品っていうのが作れる部分がありまして、まず塗り絵に関しても、子供大人っていうふうに何々向けっていうふうにしないで、かなりハードなものを大人も子供も楽しめるように、一文字の1というブランドがあるんですけども、それを、塗っていただくというような形になっているんですけども、やっぱり塗り絵って、やっていただくとすごく分かるんですけども、個性が非常に出るんですよ。これが見れるような形にすると、非常に美しい。僕だけでは作れなかった一文字アートの1っていうのを皆さんの彩りを加えていただくことによって、より美しい作品ができるっていうところですね。であとはですね、ここがちょっと非常に難しいところなんですけども、塗り絵の、コンテストに参加するにあたってできるだけこう簡単にしようっていうのが一般的なイメージだったり、できるだけ手間なく参加して、やれるようにっていうところはあったりすると思うんですけども、僕のところはちょっとは違くて、やっぱりアートというものはですね、自分で向き合って作ったものだからこそ愛着が持てるものなんですね。この後ろに貼ってあるこれも実は一文字なんですけども、これも非常に手間暇かかっているものでして、やっぱりこういった手間とか工程を、踏まえた上で、アートによって表現するというのがやっぱり僕の生業としていることですので、塗り絵に関しても、例えばですね、よくわからない僕の長文のノートを読んでですね、参加するかどうかを決めて、参加するのであれば自分の情報を入力して、お金を出して参加券を買って、塗り絵をダウンロードしてそれを印刷して、場合によっては画材を用意していただいて塗り絵を実施して、SNS にハッシュタグ一文字コンペをつけて投稿して、あとは結果発表を待つ、かなりの工程を踏んであるんですね。ただこれはただ単純に、こういう手間を踏んでるのではなくて、一応僕はデザインっていうところは専門でもあったりはしますので、そこに関しても手間暇をかけるデザインを作っております。なので手間暇をかけて作る工程があることによって腹を痛めた、作品、これが塗り絵ですね。腹を痛めた子供が生まれることによって愛着が持てる。なので、僕の、一人の力ではなく、ご協力いただいている方の力もあるんですけども、100人規模のイベントになったというところですね。ここが非常に
大きなところ、お金を出せば救えるっていうのは僕じゃなくても他の人でもできるんですよ。ただまあアートによって、例えば自分と何かこう向き合う機会になったりだったりとか、塗り絵をやってみて自分の新たな才能に気づいたりだったりとか、あとはその家族でのコミュニケーションのきっかけになったりだったりとか、まあお父さんだったらね、塗り絵は実はお父さんすごいんだぞというのはどうやったりすることもできるわけですよ。うん、であと中にはご参加いただいている方にはです、方の中では夫婦で一緒にこう協力作業によって作成いただいたりとか、ご家族様お子様と一緒に作っていただいたっていうその美しい作品たちもあります。本当にですね、今回出ている作品は全て本当に美しいですね。なので今回はですね、この活動によって救いたいっていうのはあるんですけども、まあ、一種の僕 の, アート活動の一つですね、まあ、この活動によって皆様によってこう何か良いきっかけになればと思ってやり始めたものでして、本当に煙突町の掲示板の皆様ないし、西野さんの佐野メンバーの皆様のご協力によって、非常に良い結果が得られましたということですね。今日は、5月の28日ですね。残り期間が4日、今日含めて4日ありますので、まだまだご参加をよろしくお願いいたします。一応コンテストの概要 と,、今投稿していただいている作品のリンクに関しては概要欄に載せて、リンクを貼っておこうと思いますので、よろしくお願いします。では一文字の長澤翼でした。ではまた。